続きまして日本共産党の志位和夫様からお言葉をいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。共産党の志位和夫です。総選挙が始まりますが、この総選挙の最大の争点はズバリ安倍暴走政治をこのまま続けていいのか、ここにあるんじゃないでしょうか。安倍自公政権がこの5年間やってきたことは何か。安保法制、秘密法、共謀罪、どれもこれも憲法違反の法律です。これを数の力で強行してきた。こんなにも憲法をないがしろにした政権はかつてないのではないでしょうか。それから皆さん、沖縄辺野古の美しい海を強権に次ぐ強権で埋め立て、原発再稼働、東電の柏崎刈羽原発の再稼働まで進めようとしています。多くの皆さんが反対しても耳を貸そうとしない。こんなにも国民の皆さんの民意を踏みつけにした政権はかつてないのではないでしょうか。そして皆さん、森友加計疑惑ですよ。こんな異常な国政私物化疑惑にまみれた政権もかつてない。これを隠すために野党4党として6月22日に提出した臨時国会の召集要求3ヶ月もほったらかしにした挙句、国会を召集したと思ったらその日のうちに国会を解散する。皆さん、これ以上の卑怯なやり方ないですね。皆さん、新しい国会では昭恵さんに出てきてもらうじゃないですか。疑惑の徹底究明やっていきたいと思います。皆さん、憲法をないがしろにし、民意を踏みつけにし、国政を私物化する、こんな政権はもう続けさせるわけにはまいりません。野党と市民の共闘の力で倒そうじゃありませんか。私、昨日京都党首討論やってまいりましたが、今度の党首討論、朝の番組でもですね、3局の対決だって言うんですよ。私それ違うって言ったんです。3局じゃない。だって皆さん、自民党と希望の党、違いないじゃないですか。希望の党の公約見てみますと、安保制容認、9条を含む憲法の改定、そして原発ゼロを言うんですけど、再稼働42じゃないですか。私昨日の討論会でね、その事実示して、これでは自民党とどこが違うんですか、小池さん答えてください、こう言いましたら、小池さんの答えは大体同じです。違いは何ですかと、受動喫煙の問題ですと。これが答えですよ。皆さん、これね、どっちが勝っても日本の政治良くならない。この自公と補完勢力に負けるわけにはまいりません。今度の選挙の対決構図は、自公とその補完勢力対市民と野党の共闘です。共産党と立憲民主党と社会民主党、市民連合の皆さんとしっかり政策協定を結びました。7項目の政策協定です。立派な政策協定です。第1項目目は、安倍政権の下での憲法改定に反対する。第2項目目は、安保法制、秘密法、共謀罪、違憲の3つの法案はきっぱり廃止する。第3に、原発の問題でも福島原発事故の検証がない下での再稼働は認めない。ちゃんとみんな入ってますよ。皆さん、こういうしっかりとした大義のもとに結束して、野党、三野党頑張りますので、どうかお力添えよろしくお願いいたします。選挙を戦う体制もだいぶ作ってまいりました。三野党お互い努力しまして、私どもも候補者をだいぶ下ろしましたが、全国ですね、249の小選挙区で三野党としては一本化になりました。大多数の
小選挙区で一本化ですよ、皆さん。皆さん、ここまで来たわけだから、勝とうじゃないですか。安倍政権倒そうじゃないですか。国民の声が生きる新しい日本を作るために、お互いに力を合わせて頑張ろうじゃありませんか。皆さん、野党と市民の共闘にこそ未来があります。この2年間、その実績は随分作ってきましたね。去年の参議院選挙、32の一員区の全てで統一候補を作り、11で勝ったじゃないですか。新潟県知事選挙でも勝ったじゃないですか。仙台市長選挙でも勝ったじゃないですか。市民と野党が一つに力を合わせれば安倍政権倒せるということは実証済みじゃないですか。これを総選挙でもっともっと発展させようじゃありませんか。皆さん、市民と野党の共闘は新しいステージになりました。総選挙は新しいステージです。どうか皆さん、この流れを皆さんのお力で勝たせてください。皆さんのお力添えを重ねて申し上げ、一緒に戦う決意を申し上げて、私の挨拶といたします。ありがとうございました。頑張ります。お二方本当にありがとうございました。本当に力強いメッセージで、この人たちをぜひとも次の国会に多くその力を届けたいと、私たちの力でそれをやっていこうじゃないですか。この人たちを次の国会で数を増やしましょう。応援しましょう。本当にありがとうございます。ではありがとうございました。